今回のゲストは元 AKB48 2代目総監督にして歴代メンバーの中でもダンスがうまいと言われていた横山由依さん。そんな彼女と一緒に学ぶのは、おー、やった、すごい、おい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 、2024年パリオリンピックで新競技となったブレイキン。今回はそのブレイキンを一から学んじゃいます。世界的な取り組みの SDGs、 内田篤人が話題のゲストと一緒に地球の未来を考える SDGs バラエティ、内田篤人の SDGs スクール。この番組はミクシルの提供でお送りいたします。いつもを幸せに、リクシル。さあ始まりました、内田篤人の SDGs スクール、担任の那須でございます。そして生徒が内田篤人くん、秋田さらちゃん、中西くん、そして今日のゲスト生徒、元 AKB48 横山由依ちゃんでございます。よろしくお願いします。さあ由依ちゃん、最近ハマってることとかってあるんですか？なんかピラティスとかですかね。あ、ピラティス、やっぱそういうのやるんだね、はい、結構大変そうだけどね、ピラティスも。動かないんですよね、うんうんうん、地味な動きというか、なのにきついので、うんね、なんか効いてるんじゃないかなって思います。あ、そう、うん、長井さんもなんかやってなかった、ピラティス。そうです、私実はピラティス行ったことあって。そうですね、だからこの中で唯一ゆいちゃんの話に今ついていってます腹立つわ、ついていってます本当ですか。さあ、それではここで問題でございます。はい、2024年のパリ五輪で新競技となるブレイキン、はい、うん、オリンピック種目に採用された理由は何でしょう？かっこいいからとかじゃなくて。ああ、かっこいい。それでは競技人口が多いんじゃないんですか？うん、なるほど。私はもっといろんな人に参加しやすくするためとか。なるほどね、いろんな方々に。一番それらしいこと言うもん、さすが。確かに、さすが。ゆいちゃん、何だと思いますか？なんかブレイキンが好きな偉いさんがいたとかだから入れたんじゃないんですか？違います、違いますか？違いますよ。では正解を教えてくれる方はこの方でございます。さあ、実はこちらの先生、力強く洗練された技でパリ五輪を期待されているゆいか先生でございます。素晴らしいです、ゆいか先生。ゆいかさんは2020年に全日本ブレイキン選手権ユースビーガール部門で優勝。他にも国内の大会で輝かしい成績をいくつも残し、19歳にしてパリオリンピックの強化選手に選ばれるなど、まさにブレイキン界の期待の星なんです。ちょっと正解をですね、教えていただく前に、はい、やはりこの全日本ブレイキン選手権で優勝した時にも取り入れた大技、うん、ちょっと皆さんにね、見せていただいてもよろしいでしょうか？怪我しないでくださいよ。本当ですね。では行きましょう、ミュージックスタート。あ、なんかいいよ。うわー、すげー。うわ、うわ、すごいな。ああ、床がむちゃくちゃ暑かったとかじゃないですか？暑いから回っとったのがちゃうんです。すごいですね、先生。めちゃくちゃすごい。ではちょっと先生、改めてなんですけど、正解をちょっと教えてください。はい、正解は若者に人気だからです。だから競技人口が増えてるみたいなこととね、うんうん、ちょっと近かったですよね。なるほど。 IOC が若者のスポーツ離れを防ぐため、若い世代から人気が高いブレイキンを採用したと言われています。じゃあそのブレイキンっていうのは、そもそもどういったものなんでしょう？皆さんが思ってるダンスなんですけど、はい、それとプラスしてさっきみたいにアクロバティックな動きが特徴です。ブレイキンとはブレイクダンスとも呼ばれ、音楽に合わせ体のあらゆるところを使って回ったり跳ねたりするダンスなのです。
ダンスって言ったらブラジル体操しかないよ。ブラジル体操知らないですか？全高校サッカー部の強豪校やるじゃないですか、アップの時に。どんな、なんか1、2、3確かに見たことあります。こういうのとかやってるじゃないですか。これブラジル体操。あれブラジル体操って言うんだ。そんな名前ついてたんや。みんな知ってると思う。知らないです。全然知らない。でも見た目にももうかなり難しそうなダンスですよね。いや実はめちゃくちゃ簡単で。簡単の。そんなことない。簡単ではないですよ。皆さんで後で一緒にやりましょう。何がおかしいの。ハイになっちゃってるから今。やっぱ動かすという意味でやっぱ健康にもつながる、だって柔軟も必要だし、もちろんパワーもそうだし、バランス感覚も必要だし、はい、ね、さあということで今回のテーマは、ブレイキンで健康になろう前編ということでございます。このテーマなんですけど、内田君、17項目のうち何番に当てはまるものでしょうか？3番。3番、なるほど、正解です。3番の常田の人に健康特集です。ありがとうございます。決めポーズも決まらないですね。かっこいいと思ったもんね。このブレイキンなんですけど、そもそもどのように誕生したか、1970年代にニューヨークでギャングたちの抗争が絶えず、たくさんの命が奪われていました。そこで殺し合いをせずにダンスで勝負するということで誕生しました。それからというですので、この SDGs の16番、はい、平和と公正を全ての人ににも役立ってる。はい、そうなの。全然知らんかった。バトルなんですね、だから、はい、向き合ってバトルで挑発的な動きもいっぱいあります。あ、挑発的な動き、そうなんだ。でそれを学んでいくんですけど、皆さんダンス経験、まあ、ゆいちゃんはね、はい、AKB48 で ね、ダンスもしてましたけど、やってました。内田君、先ほどのブラジル体操でしょ。あとマイムマイムでしょ。マイムマイム、やったけどね。サラちゃんとかはダンスは？私はないです。ないか。永井さんはダンスは？僕はね、今から言うこと全部嘘なんですけど、じゃあダメです。じゃあもう聞くのやめます。先に行こうと思います。では、どんなことを教えていただけますか？はい、今までダンスをしたことない人よりもすぐにできる健康に役立つブレイキンを学んでいきましょう。まずはこちらをご覧ください。はい、はい、ブレイキンは大きく4つに構成されていて、トップロック、フットワーク、パワームーブ、フリーズという動きを全部合わせてブレイキンです。大きく分けると4つなんですね。はい、じゃあこれを一つ一つ学んでいきましょうか。で今回僕にちょっとブレイキンが興味あるんで、僕も混ざってやっていいですか？はい、お願いします。ね、見てるだけです。そうなんですよ。ですから今日はちょっと参加させてください。なんかさ、服装、内田君だけおしゃれ決めてない。僕ね、動ける服装っていうのは用意してこいって全然分かってなくて、これだけ私服。私服で今日このスカートだけ私服。あら、めっちゃおしゃれ。おしゃれですね。このこういう服装でも大丈夫？あ、全然いけます。あ、いける、全然いける。フリースタイルだから。はい、フリースタイル、かっこいい。ボンボン。やり慣れてないな。いいですね、ぎこちない。それではまずトップロックを教えてもらいます。トップロックとは、主にステップを中心とした立って踊るダンスのこと。でもこれはさすがに難しすぎるので、2ステップというこういう技があるんですけど。2ステップ、はい、これを皆さんに。1、2。あ、そうです、そうです、そうです。1、2。俺これが得意なの。あ、そこに行かされる。内田君の動きだ。2ステップはトップロックの中でも基本中の基本。肩幅くらいに足を開いた状態で、片足ずつ斜め前に出すようにしてステップを踏みます。つま先を使うのでふくらはぎに効く技。ふくらはぎは第二の心臓とも言われているので、健康にも効果的です。気をつけてくださいね、ふくらはぎ。おじさん、これはできます。あ、待ってます、待ってます、待ってます。いや、ゆいちゃん上手。やっぱ上手やな。様になるわ。その手も一緒に。いや、先生が手つけてたので、手合ってます。それを見て、手とかも本当に自由なんですけど。
あ、そうです、そうです、そうです、合ってます、あ、すごい、合ってます、うん、あ、そんな感じです。おうおうおう、俺さ、絶対、あの、何朝のラジオ体操かね。ちょっと大丈夫だ。それを抜かすためにちょっと足の角度つけちゃったりとか、つけちゃったりとか、あ、そうです、こうだ、あ、そうです、すごいじゃん、ゆいちゃん、ゆいちゃん、斜めに入れたらいいじゃないですか、もうね、よかったね、ゲスト今日ちゃんとした人で助かるわ。じゃあ次ゆっくりなんですけど、一回カウントで、はい、ファー、シック、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セーブ、ツーツーなのね、セーブ、エイ、おー、いけた、いけたな、基本的な動きなんかいけた気がする、完璧でした、ありがとうございます。でもなんかいい感じにね、温まってきますね。続いてフットワークを教えてもらいます。フットワークとは体を手で支えながら床で両足を動かして踊るダンスのこと。これも難易度が高いので CC っていう、 CC? それ何それ、こういう技なんです。何してんの、こう、 CC は座った状態から前に向かって蹴るような動作を繰り返すダンス。出した足を軸に腰をひねるのがポイントです。全身を腕で支えるので手首や二の腕を引き締めることが期待できます。こっち足出して、うん、ここでちょっと蹴るみたいな。あ、違います、違うの先生厳しい、でもちょっとぐらい目をつぶってくんないと。こっち足出して、あの、こっち足は あっちにつかないで、つかないで戻す、で戻すみたいな、でまたこっちに行く、こっちもつかない、こっちも同じです。あ、そうです、こういうこと、あ、そうです、そうです、あ、すごい、あ、上手だ、うちゃんもすごいわ、すごい、うちゃんもこれできそう、めっちゃ上手です、めっちゃ完璧です。この CC をカウントで1回、はい、CC お願いしたいです、 CC、 せーのでやってことで、はい、じゃあ行きまーす、はい、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、あ、あ、シンクダン、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 あ、そうです、ダン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 か、それを早くやれんや、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブ、はあ、これはうわ、効くわ、ここ、あ、あ、あ、お父さん、 わし先帰って、帰ってあかんの、本日はここまでなんで、本日ここまでなんだ。え、ゆいちゃんいかがでした、ブレイキン。いや、これはちょっと結構確かに腕にくるんだなとか、うん、なんかそういうのもありますし、あとはなんか頭も使うじゃないですか、うん、だから本当に全身になんか良さそうな感じがしましたね。そうね、うん、うん、いや、確かめっちゃ効いてるな。効いてる、効いてる、ね、さあ、宇治田君、今日のまとめお願いします。はい、あの、自分のペースに合った運動でね、あの、皆さん非常に楽しそうにできますので、これをご覧の方も目の前で一緒に 1,2,3,4 やりながら見てください。後半、こう動きたい、もうガラリと俺たち変わりますね。言うてもうた。次回の SDGs スクールはブレイキンで健康になろう後編。すごい、すごいな、うわー、いや、やりたい、なんか関係ある、足とかで勢いつけたりしてこうやって回ってみてた、ちょっと広くして、あー、ちょっと、おー、すごい、それ高速願いです。果たして本当にガラリと変わるのか、後半戦、乞うご期待。この番組を見るだけで寄付につながるので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。